ソクラティス・パパスタソプロスはギリシャからまた出身のサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションはディフェンダー。ソクラティス・パパスタソプロスと表記されることもある。W 杯で得点した選手の中でファミリーネームが最も長いという記録を持っている。ソクラティスは古代の哲学者、ソクラティスの名前の現代ギリシャ語読みである。 ブレーメンでのパパスタソプーロス2005年からエクアテネ FC でプロキャリアをスタートさせ2006年1月ニ期ボロス FC にレンタル移籍した2008年にジェノアシー FC へ移籍サルバトーレボッケッティジュゼッペビアーバマッテオフェラーリラとのポジション争いとなり21試合出場に止まったがシーズン終了後にフェラーリが冬に ビアーバがそれぞれ移籍すると主軸として定着。エミリアーノ・モレッティ、冬にビアーバと入れ替わりで入団したダリオ・ダイネッリラとスリーバックを形成した。2010年7月20日、AC ・ミランへジェノアとの共同保有で移籍高齢化が進んだ最終ラインの時代の主軸として期待されたが、アレッサンドロ・ネスタ、チアゴ・シウバ。 マリオ・ジェペスなどからポジションを奪えずに2011年6月14日に共同保有先のジェノアへわずか1年で復帰。その後、7月21日にベルダー・ブレーメンへのレンタル移籍が決まった。ここでの活躍が認められ、2012年8月31日、ブレーメンへ完全移籍した。2013年5月28日、ボルシアドルトムントへ5年契約での移籍が、 発表された。当時のドルトムントは、マッツ・フンメルスと、ネベン・スボティッチが画像を築いており、ソクラティスは、サードチョイスだった。2015から16シーズンは、トーマス・トゥヘル監督の下でスボティッチからポジションを、ダッシュした。2018年7月2日、アーセナル FC に移籍した。背番号は5番。2020から21シーズン、アーセナルは、 夏の遺跡市場で売却が進まず選手登録枠を超える人数の選手がチームに残留することになった。その結果、昨期のリーグ中断明けからほとんど出場のなかったソクラテスがエジェルと共にヨーロッパリーグの選手登録リストを呼び、プレミアリーグの選手登録リストの双方から外れることとなり、チームに所属していながら、 トップチームの試合に出場できない状況となった。2021年1月20日、双方合意のもと、アーセナルと契約解除することが公式に発表された。2021年1月25日、オリンピアコス FC と2023年までの契約を結んだ。ギリシャ代表としては U-19,U-21 に招集された経験があり、2008年から、 A 代表に招集されている。同年に、ドイツで開催された UEFA ユーロ2008では、最終登録メンバーから落選。4年後の UEFA ユーロ2012では、代表入りを果たしたが、グループリーグ初戦のポーランド代表では、前半に2枚のイエローカードを掲示され、出審から退場処分を受けた。2014年に、 ブラジルで開催された 2014FIFA ワールドカップでも代表入りを果たし、決勝トーナメント1回戦のコスタリカ代表では、後半アディショナルタイムに同点ゴールを挙げる活躍を見せたが、試合は PK 戦にもつれ込んだ末に敗れた。国際 A マッチ77試合3得点。ありがとうございます。